切り上げるぞ。おい、逃げんの？王様も大したことないね。土曜の試合も王様相手に勝っちゃったりして。王様王様ってうるせえ。俺もいる。マイマイ、オッケー。俺だって決めた。トスが上がるんだ。記念すべき高校の試合一発目決めてやる。見ろ、ブロックの位置は、ボールの位置は、スパイカーの位置は、次にどう動く、どこに飛ぶ、こいつのジャンプのてっぺんはどこだ。今この位置、このタイミング、この角度で。よし、追いつけるのはボールだけだ。なんだありゃ、トス見てねえじゃねえか。落下地点の見極めが早い、迷いのない一歩目。こっちのセッターは確か1年か。さあ、こっから誰を使う。ナイス日向影山。日向のこの感じ、初めて戦った時と同じ。土壇場での圧倒的存在感。ここにいる、ここに持ってこいと呼んでいる。